昌平科学問所は、1790年、神田湯島に設立された江戸幕府直轄の教学機関、施設。正式の名称は、学問所であり、昌平校とも称される。湯島聖堂も三照湯島聖堂の、大聖堂のもともとは1630年、徳川家康から与えられた上野忍が丘の屋敷地で、林羅山が営んだ儒学の私塾を起源とする。 ラザンは、ここに、孔子病を設けてその祭祀を行い、これらの維持運営はその後代々の林家当主が継承したが、その後1690年、将軍、徳川綱吉が、神田由島に、この孔子病を移築することを命じ、この際行動、学寮が整備され、この地は、孔子の記事である、昌平にち日南で、昌平坂と命名された。ついで年、 いわゆる、完成医学の金により、幕府の教学政策として、趣旨学が奨励され、その一環として、林家の私塾であった、学問書を林家から切り離し、制堂楽器や、植生の制定など、1797年までに、これが、幕府教学機関としての小平科学問書の、成立である。この時外部から尾等二周。 小賀整理が教授として招聘され、以後、は直参のみならず、藩士、合士、老人の長考入門も許可された。招聘校は、幕末期においては、洋学の改正書、医学の医学書と並び称される規模の教学機関であったが、維新期の混乱に際して一時閉鎖。その後、新政府に接収され、慶応4年6月29日には、管理一の招聘学校として、 再出発した。しかしこの昌平学校は、従来のような儒学、漢学中心の教育機関でなく、工学を上位に置き儒学を重とする機関として位置、付けられていたため、旧工学所出身の国学教官と、昌平校以来の儒学派との対立がくすぶり、特に昌平学校が、高等教育及び学校行政を担当する、 大学校の中枢として位置づけられて、以降、受学派、国学派の主導権争いはますます激化したため、大学本校と解消されていた昌平学校は、明治3年7月12日当分休校となり、そのまま廃止された。このため、幕府の改正書、医学書の流れを組む東京改正学校、東京医学学校が、東京大学の直接の前身となったのと異なり、 昌平校以来の漢学の系統は、東京大学の発足に際し、間接的、限定的な影響力しか持ちなかったのである。前述のように、昌平校は、維新政府に引き継がれ、昌平学校と解消された後、1871年に閉鎖された。しかし、教育、研究機関としての昌平座科学文書は、幕府天文型の流れを組む改正書。 首都所の流れを組む医学所と合わせて、後の東京大学へ連なる、系府上に載せることができるほか、この地に設立された東京市販学校や東京女子市販学校の源流ともなった。さらに学生交付以前、明治政府は、小学中学大学の規則を講示し、そのモデルとして1870年、大上官布告により、東京府中学がこの地を仮校舎、 として設置された、昌平座科学文書のあった湯島聖堂の校内において、文部省、国立博物館のほか、先術した東京市販学校と東京女子市販学校が同居していた時期もあった。あとに、文部省は、霞が関、国立博物館は、上野、東京市販学校、東京女子市販学校及びそれぞれの付属学校は、文京区大塚にそれぞれ移転した。 東京師範の後ろ身である東京講師は新生東京教育大への移行を経て茨城県筑波市に移転し筑波大学に改編され現在に至っている東京女子師範の後ろ身である東京女子講師が新生大学移行に際してお茶の水女子大学を公明としたのは源流と目される昌平校が湯島聖堂校内に所在していたことに由来するこのように 幕末維進期に至るまでの学問書の存在以降、中央大学、明治大学、日本大学等の旧法律学校を中心とする、神田学生街や古書店街の現在の発展へと繋がったが、敷地としての学問書跡地は、そのほとんどが東京医科歯科大学湯島キャンパスとなっている。ありがとうございます。